こんにちは、藤原ゼミナールのオチです。横山です。松本です。お手元の資料を参考にしながらお聞きください。で、早速ですが、これは日本が現在日本で売り出されている電気自動車、日産自動車リーフという電気自動車です。ここで質問ですが、皆さんこの電気自動車見たこと、または乗ったことある方おられますかね。ありがとうございます。ちょっと午前中からちょっとプレゼンやってるんで、ちょっともうちょっと手があると思ったんですが、ちょっと慣れちゃい。すでに私たちが取ったアンケートにも、やはり実際に運転または乗ったことがあるというか13票で、やはり低いという結果になりました。この結果を受けて、私たちはという結果に乗ったことがありました。調査結果になりました。でも実は皆さんがよく行く梅田などでは、エコタクシーとしてこのリーフが使用されていたり、上新庄の近くのレンタカーなどでこのリーフを借りることができるなど、実は私たちの生活に少しずつ身近になってきてるんですよ。そこで私たちは電気自動車がどのようにしたら普及するのかということが気になり、電気自動車の可能性ということで、電気自動車の利点、課題点、これからの電気自動車の3点について発表させていただきたいと思います。はじめに私からは電気自動車の利点について発表したいと思います。利点についてですが、電気自動車の特徴について知っているものはありますかという調査を取りました。この調査によると、上位はやはり CM の効果などによって上位に挙げられましたが、やはり5位、6位などを見ると電気自動車の本当の良さはまだあまり知られていないなということが分かりました。そして私たちがやはり車を皆さんも使用するにあたり、燃費が気になると思うんですよね。そこで私たちは電気自動車の燃費について研究してみました。こちらのスライドを見ていただきたいんですが、大阪から東京、車での移動距離は 555.6km です。この距離をもしガソリン自動車で移動するとすると 7828.4円かかります。しかし大阪から東京 555.6km 電気自動車で移動するとすると、なんと 555.6円で移動することができます。皆さん、そうなると電気自動車とガソリン自動車の差額は 7272.8円です。皆さん、こんなにも差額があるのにまだガソリン自動車を乗るんですか。これからは電気自動車を使用して、この差額で何か違うことを使ってみては、このお金を違うことに使ってみてはいかがでしょうか。次に私からは電気自動車の課題についてお話したいと思います。私たちが取ったアンケートの結果、こういったことが電気自動車の課題として一般的であるということが分かりました。その中から私は値段が高いということについてお話ししたいと思います。こちらは先ほども紹介した日産から出ている電気自動車のリーフです。こちらは補助金込みで約320万円です。こちらは、同じく日産から出ているガソリン車のティーダです。このティーダという車はリーフに大きさや形がよく似ていることから、ガソリン車としての比較対象として挙げさせてもらいました。こちらのティーナが約152万円です。これほどまでに電気自動車が高い理由は電池です。電池が電気自動車の、値段に大きく関わってきます。しかしこの電池はまだ開発途中です。つまり電池の開発が進んでいけば性能は上がり、値段も下がっていくということです。この開発が進めば値段が下がっていくという考え方は、プラズマテレビを例に挙げれば分かりやすいかと思います。プラズマテレビも発売当初は100万円前後するものでしたが、今では20万円や30万円で買うことができます。同様に電気自動車もまだまだ安くなる余地があるということです。次にこちらのグラフをご覧ください。こちらのグラフはリーフをいくらであれば買うかということをアンケートした結果です。いわばリーフの需要曲線ということができるでしょう。見ていただければ分かるように、値段が高ければ購入希望者は少なく、値段が安くなれば購入希望者は多くなっています。ここで注目していただきたいのは、現在の価格、リーフの現在の価格が320万円でもでは購入希望者はほとんどいませんが、ティーナの価格152万円まで下げることができれば購入希望者は6割にも上ります。燃費の面に関しては、先ほどオチ君が言ったように、電気自動車が圧倒的に有利なので、本体価格が下がれば電気自動車は一気に普及するかと思います。そこで私たちに疑問が生じました。リーフは電気自動車ですので、当然充電に電力が必要です。その場合の消費電力は大丈夫なのかということです。そこでもし日本の自家用車全てがリーフになった場合の消費電力を計算してみました。平成22年度の自家用車の合計台数は約5800万台です。
自家用車の台数の内訳はこのようになっています。自家用車としてリーフを使用した場合、リーフのスペックは1回の充電で0から満タンにするまで約 24kW の電力が必要です。フル充電の状態からは 200km の距離を走ることができます。充電の頻度なんですが、1週間に1回0から満タンまで充電するものとします。こちらを年間の走行距離に変えておきますと、年間約1万キロ走ることができます。これは自家用車としては十分な数字であると言えるでしょう。以上のデータから計算して、もし日本すべての家庭にある車がリーフになり、毎週1回フル充電した場合の1月の消費電力は約 55.6 億キロワットです。ではこの約 55.6 億キロワットという数字、一体どれほどの大きさの数字なのでしょうか。1ヶ月の平均発電量と比較してみたいと思います。平成22年度の日本の1ヶ月の平均発電量は約 755.3 億キロワットです。これを先ほどの数字と比較しても 7% 程度で済んでいます。なのでリーフが一気に普及しても消費電力の面においては問題がないということが言えます。はい、それでは私からはこれからの電気自動車の可能性についての発表をさせていただきます。先ほど横山君から電力についての話があったんですが、現在皆さんが最も関心の高い電力の話といえば原子力発電所の問題だと思います。さっきの、東日本大震災において原発の問題が露呈しまして、家庭でも節電が呼びかけられるような事態になりました。このような事態の中で現在注目されているのが、家庭でも発電することができる太陽光発電です。これを使うことによって停電時であっても自分で発電することが可能なわけです。ですがこの太陽光発電には作った電気を貯めておけないというデメリットも存在しています。これを解決するのに電気自動車を使うことができます。それは電気自動車を蓄電池として使い、ここで発電した電気を一旦電気自動車に貯めるということです。先ほど電池の容量がリーフは 24kW という説明がありました。これを家庭で使った場合どれほどの電力になるのか、これも計算してみました。こちらは一般的に 24kW という電力は一般家庭で使うおよそ3日分の電力であることが分かりました。ですのでこの仕組みを使うことができれば電気自動車の新たな可能性が生まれてきます。ただ先ほど電気自動車が普及していないという話がありましたが、太陽光発電自体も普及しているのかということも疑問が生まれ調べてみました。こちら小さいですが都道府県別の太陽光パネルの普及率です。こちらいくつか抽出しますと、上位の県でも 6% 台、さらに全国平均で見ると 3.3% という非常に低い数字になっていることが分かります。このことからこの仕組みを使っていくためには電気自動車だけでなく太陽光発電も普及させなければならないということが分かっていただけると思います。このまでの話を簡単に、それでこのまま、現在の状態で太陽光パネルとあと電気自動車どちらも持っておられる方がいらっしゃったとして、これを組み合わせて使えばどれほどの効果を得られるのかについても調べてみました。こちらに家庭1軒あたりの年間発電量を示しています。こちら見ていただくと約 5400kW という数字が見えてきました。こちらを電気自動車リーフで使うとこういった数字になります。これはすごく大きな数字であるということが皆さん見て分かっていただけると思います。しかし先ほど横山君からもあったように、開発が進めばどん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 性能も上がりますので、この数字は5年後、10年後、さらに大きな数字になることが分かっていただけると思います。これまでのことを簡単にまとめますと、これからのエネルギー社会としまして、まず太陽光で発電したものを一旦電気自動車に貯めます。そしてこの電気自動車を使い、週末にレジャーに出かけたりだとか、あとは家庭に供給するということが可能になってくるわけです。これを私たちは未来の自給自足型エネルギー社会というふうに名付けました。この仕組みを使うことができれば、現在不安視されている石油が枯渇するという問題、さらに大規模な停電が発生した場合にもこの仕組みが利用できるわけです。このことから電気自動車を普及させるためには、まず価格を下げること、そしてもう一つ、こういった電気をうまく使っていく仕組みを作ること、この2つが大切だということが分かりました。もし今回の私たちの発表でもし電気自動車に少しでも興味を持っていただけたならば、ぜひ大阪駅に行ってエコタクシー利用してみてください。そしてレンタカーでエコカー借りてみてください。以上で私たちの発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
示をお願いいたします。お疲れ様でした。あのね、もう多分、ね、復活からこれ3回目のねプレゼント思います。どうもお疲れさんです。あの日経メディアプロの坪井と言います。日経のねいろんなの文献も使っていただきましてありがとうございます。ただあのやはりねあの電気自動車あの本当にこれから ね、 私も日経はいやいや読んでますけども仕事から仕方なく読んでるんですけれども、本当に常にね電気自動車ハイブリッドいろんなね出てくるんですけれども、本当にね一番問題になるのはやはり電池バッテリーと思うんですよ。というのはね、私でもね携帯でもそうですわね。今スマホ iPhone ね iPad でもねすぐ携帯電池がなくなる。電気自動車でね本当にね、走行して電池が大丈夫かなというね、やっぱりそこが一番懸念になってこないかなと思いました。その辺どうお考えですかね。はい、それに関しましては、この前いつだったかちょっと具体的な日にちは忘れてしまったんですけれども、新聞を見たところ、先ほど僕たちが出させていただいたところにリーフの、走行可能距離が200キロというところがあったと思うんですが、こちらですね、新聞を見ていますと、こちらの距離を1000キロまで伸ばせるような電池を開発するような技術ができたということも、見たことがありまして、そういったことから現在先ほど言ったようにどんどん開発が進んでいますので、これからまだ何年後という具体的な数字はちょっとわからないですが、5年後10年後になれば十分に電気自動車であってもバッテリーの容量というのは問題なくいくのかなというふうに考えています。はい、ありがとうございます。本当にね、そういうふうになれば大丈夫と思うんですけれども、ね、はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。発表ありがとうございました。大変分かりやすい、説明だったかなと思うんですけども、これからですね、このすごいいい発表だと思ってたので、これを全国的に展開していくような何かマーケティングのアイデア等がございましたらお聞かせください。そうですね、マーケティングといいますか、現在ちょっとずつ整備が進んでいるということもあるんですが、電気自動車を今でいうレンタカーの形というよりはシェアして、例えばマンションなどでいくつかの車をその住人でシェアするという形が取られていることがあると思うんですが、それを電気自動車でやってはどうかという取り組みもされていまして、そういったことからまた新しい可能性は生まれてくるのかなというふうに考えているんですが、具体的なところはちょっとまだ詰めれていないです。はい、ありがとうございます。はい、テイクデータバンクの大坂根です。先ほど1回聞きまして2回目なんですけれども、今回は先ほどよりも、さらにパワーアップをした感じを、はい、見受けました。すごく声が張りがあってよかったと思います。はい、すみません、あまりその質問という形にはならないかもしれないんですけれども、その太陽光発電とこのエコカーっていうのを、結びつけた何かそこでイノベーションがあったと思うんですけど、そのきっかけっていうのを教えていただいていいですか。そうですね、こういった仕組みを使うことができるっていう本が一応ありまして、その中の本当に少ししか触れられてなかったんですけど、それを参考にして自分たちでなんとかこういろいろ形にならないかと思って、この2つを組み合わせるというところまではあったんですけれども、これを実際に調べた、数値化したというのは僕たちが調べたいろんな本やインターネットを見てもなかったので、こういったところですね、こういったところは全くなかったので、自分たちでなんとかこういった分かりやすい数値化することができないかと思って、はい、そういうふうにさせていただいてます。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ではこれで藤原ゼミ電気自動車の可能性の発表を終了とさせていただきます。お疲れ様でした。